ていうのを先日やったと思うんですけど、タロピアさんが飼っているハムスターの夫婦の名前がね、タロさんときなこさんって、ね、だからタロキナらしいんですけど。ということで、ね、まあ、せっかくね、まあね、わかっちゃったんで、タロときなこさんですよって教えてくれたんで、早速ですね、もうこれやっちゃおうかな、みたいな感じでね、もう書きましたけどもね、タロのタは4画ね、で、ローは14画、大ざと編は7画ですね。ですよね。で、まあ、ここで18画。18画っていうのは何かというと、ゴーキューンと言いまして、大決数。非常にね、意志の固い数字でございますね、これね。はい。強い信念を持ち、難関を突破する。そして、明るく実行力が強い。これは成功は、成功の可能性が非常に高い数字でございますね。はい。ということで、よかった。太郎さん、OK! ということで。では、きなこさんはどう？奥様のきなこ様はどうか？言ってみたいと思います。喜ぶは12画、なーは8画、こうは3画。ここで注目してもらいたいのは、なという漢字ね。長のな。これはね、非常にね、女性の方に、つけると非常に気の強い、わがままを発揮する、方になりやすいって言われてる漢字です。思い上げてください。思い浮かべてください。この、奈良の名がつく女の人、結構わがままな方多いと思うんですよけど、どうでしょうか？思い当たりますか？夏子さん、そうですよね。美奈子さん、そうですよね。奈々さん、気が強そうです。そう、非常に強い名前でございます。ということで、それだけじゃない。きなこさんの場合は、12、8、3画。ね。ということで、合計、23画。そう、肥料大吉祥数。これ強いわ。これ完全にカカア殿下だね。もうこれはもうカカア殿下間違いないね。もう尻に惹かれて忍耐強く生きてる太郎さんだと思いますけども。いやいやいや、もうね、なんというハムスター夫婦なんでしょうか。ですね、当然チャンスを掴んで、飛躍するというね、とても強い、運気でございまして、まあ、トップに立つ成功運数とも言われております。ね、とても素晴らしいね。タロキナさんね、よかったです。ね。しかも、タロウさんも、きなこさんもいい。もう、全部いいね。ここ、大事なとこ、全部いいね。からの、つよぽんジャパン？草薙つよぽんみたいなね。草薙ジャパンさんみたいな。ね、つよぽんジャパンさんはよかったんですけど、まあ、草薙ジャパンとかね。草薙、ツヨポンとかダメでしたよね。ことごとくダメなんです。やっぱいい人はいいですよ。いい人はいいですよ、ここで。またネタに使ってすいません。ということでね、今回はね、タロキナさんのタロウさん、キナコさん、ハムスター夫婦の名前をね、見てみましたけどもね。はい。どうだったでしょうか。まあ、このようにね、見てもらいたいなって思う人は遠慮なくね、下のコメント欄に書いていただくとね、順番にね、アップしていくんでね、よろしくお願いしますということで、それでは皆さんごきげんよう。また会う日まで、会える時まで、まさがみ流法でしたー。